急遽本日はカメラを回してるんですけど、本日は Z のドリームプロジェクトというある企画を呼んでいただきまして、今私の隣にいらっしゃるのは Z のグラブ職人である白松さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと下どうぞ見てください。これ実はついさっきまで選手たちと野球をしてました。選手たちと野球、一体どういうことかというと、実は Z さんが開いた Z ドリームプロジェクトというものに私招待され、そこで福岡ソフトバンクホークス今宮健太選手、埼玉西武ライオンズ源田壮亮選手、読売ジャイアンツ吉川尚輝選手と野球をしました。その収録終わりになんと特別に昨年使ってたモデル、そして来季使うモデルを特別にお借りしつつ、テーマを小指2本ということで本日はご紹介します。いや、それでね、まあいろいろその Z ドリームプロジェクトってことでトークだったり、あのノックだったり、まあそれはね Z の Z ベースボールチャンネルの公式の方でまた後日ね、ドカーンと大量にお届けはするんだけども、はい、球界のね内野の名手、そのグローブを作ってる角松さんに聞きたい、はい、ということでお呼びしたんです。源田選手と今宮選手は小指2本入れの仕様で作られてるんですよね、はいはい、そうです、はい、これ僕ね、あの1個気になったのが、はい、通常のグラブって多少幅が出てくるじゃないですか、はい、ここですね、はい、このグッと幅が、はいはい、でもこの筋肉幅で小指2本を使おうとすると結構きつさを感じる中で、そうですね、今宮選手だったりとか、はい、源田選手だったりとかっていうのグラブはどのあたりをこう工夫して作られたんですか。源田選手はですね、はい、ここのヒンジの入り口をこっちにちょっとずらします。おお、ちょっとギュッと。なるほど、はい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 、なので通常こう入るところをこうちょっとずれて入るようになります。はあ、小指側が入りやすく。そうですね、はい、へえ。付随してこの指掛けも下にずれて、はい、そうなんだ。キュッとずらします。今宮選手のやつは同じような形ですか。はい、今宮選手はもうそのままこっちの、これが去年使われた、これが通常入れのパターンでそのまま日本入れで使用されると。はい、これはめちゃって大丈夫なやつですか。大丈夫です、はい、これが通常。通常です。お、すげえ。わ、すごい。あ、これで小指2本に仕上げれるんですね。はい、そうですね。小指の指穴だけ広げて、はい、グッと入るようにして。へー、はい、それでこの角度がずれちゃうんですけど、はい、それがバチッとはまったっていうところです。選手はやれちゃうんですね。やれちゃいました。その小指2本にしてみたよっていう。そうです、はい。はあ、うわ、はめた。これ、本当に一緒なんすか。一緒です、一緒です。こいつは広げてないですよ。あ、広げてない。こいつはもう、あの今宮選手のロッカーで眠ってたやつを自分で引っ張り出して使ってた。もう小指2本をバーンとぶち込んで、はい、そう使ってただけのやつ。だけのやつで、それが、まあ、改良されて、はい、より使いやすくなったのがこっちっていう。はあ、面白いね。はい、来季はこういった形で行く予定ということですね。各選手かっこいいね。かっこいいな。これ何ですか。ブラウン。ブラウンです。来年の新色なんですけど、 Z の新色、はい、ブラウン。暗いところで見たら黒しか見えないんですけど。あのブラウンだ。いや、ブラウンなんだよ。そうなんだよ。渋い。屋外で火当たるところなので使っていただいたらすごい綺麗な鮮やかな色ですね。こっちはもちろんもうダメですけど、まあ、選手たちがまあ使い切ったグローブをまあ一応使わせていただきます。誰が。私。徳さんが。なので今角松さんからあのいろいろ聞いた話をもとに、はい、僕も体感しようと。すげえ。いいですか。今ですか。ええ、この3つを、はい、大丈夫です。ためた。ためた。ためたな。すげえ。実使用。すげえ。いや、でも不思議だな。確かにめっちゃわかります。そのずらしたっていうのが、はい、
はい、えらい違う、これえらい違う、パッてその感覚的にはだよ、はい、通常のグローブをはめていくぐらいのナチュラルさがあるドヤ顔してる、すげえ。じゃあ何球かちょっと、そうか、はい、ロッカールーム日本違い、これは要はずらしてない、ずらしてない、そのままの、多分角度が違った感じで入ってると思うんで、へえ、確かに違う、なんだろう、源田選手はこう入ってる感じ、はい、今宮選手がそうなのか、こうな、こういう感じ、今宮選手はこういう感じ、源田選手はこう、こう、こういう感じ、ほうそうですね、こう、こう、こう入ってる感じこう、あ、伝わるかな、うわ、でもこれすげー、あぶね、全然グローブ使わないすげーな、うわ、違いあります、いや、ある、全然違う、あ、源田選手はどっちかというと親指のラインはちょっとキープしながら、この小指、その2本のところをこうくくって触っていくようなグローブ、はい、縦、縦に親指も使う、使ってると思う、あ、でもね、すっごい取りやすいわ、坂本さん取りやすいです、ありがとうございますシーズンで使ってたグローブでゴルフ補給をしてみました。すげえ。いや本当に。こんな贅沢はないですよ。そうっす。本当に。Z の内足を今一度ちょっと再注目だね。はい。